スペイン一部であるソシエダに所属する日本代表 MF 久保武房が7月25日、大阪府水田市内でプレシーズンマッチガンバ大阪戦1、1-0、2000発出場。久保にとっては新シーズンに向けた一発目でキレキレなプレーを披露した。イングランド一部リバプール行きの噂が飛び交っている中、 試合後には今夏における自らの挙手について発言球した。大阪のファンを魅了した久保劇場だった。イニサイドで先発した久保は前半5分にヒールパスを披露。続く同13分ではドリブルで相手 DF 黒川圭介を置き去りにし、同14分にはビタ止めトラップで会場を沸かせた。最終ラインまで戻る守備も見せ、 順調にプレシーズンのスタートを切っているようだった。2022年夏にスペイン一部であるマドリードからソシエダへ完全移籍した久保は、加入初年度の昨季は中心選手としてリーグ戦9ゴールをマークし、UEFA チャンピオンズリーグ CL 出場権獲得に貢献した。2023から24シーズンも主力として存在感を発揮し、 今年2月には29年6月末までの契約延長を発表した中、遺跡の可能性が噂されている。リバプールは2024から25シーズンで契約が満了を迎える上に、サウジアラビアからの関心も絶えないエジプト代表 FW モハメド・サラーの後継者を探しているとされている。その候補に久保が上がっているという、海外メディアでは、 すでにソシエダが経済的にとても断りがたい6,500万ユーロ、約100等億円のオファーを送っている、とも報じられた。その中で自身の去就に発言給、大きな話題になっていることについてクボが口を開いた。クラブとしてはいい話なんじゃないですかね。 いいが出ている選手にいろんな話が、話が僕含めてですけど来るというのはクラブが成長するためにいい話だと思いますし、かといって、そういうのを跳ねのけてクラブは成長していくものだと思います。いいことだと思いますけど、クラブとしては気を引き締めて、僕含めてですけど、いい選手の遺留をしていくべきなのかなと思います。